ケイチ君、大丈夫？急に倒れたからびっくりしたよ。うなされてなかった？うなってたよ。うるさい。黄色い声で話しかけるな。なんだよ。今の圭一くんの声。当たり前だろ。今一瞬圭一くん、そのすごい目だった。目？光の角度がそう見えたんだろ。バカバカしい。見間違いじゃないよ。あんな目初めて見た。前原圭一くんだよね。you
これまでの推理小説の中で母さんが一番よくできたと思った完全犯罪？うん。母さんって結構たくさん推理小説を読んでるでしょ。そういうの詳しいかなって思って。それを読むから楽しいのよ。初めからトリックを教えちゃったら楽しみがなくなっちゃうわ。そうね、よくできた推理小説、結構どれもこれもいろんな魅力があって、どれが面白かったとは言いにくいけど、強いてあげれば。母さんの好きな小説のタイトルが知りたいんじゃないよ。母さんが一番舌を巻いた完全トリックが知りたいんだよ。本当に完全なトリックだったら名探偵に解く余地がないじゃない。推理小説は解ける謎をいかに解くかの過程を楽しむものよ。解けない謎だったらそれは推理小説の題材になりえないわね。そっか、そりゃそうだよな。主人公に解けなかったらお話として成立しないもんな。ということは、圭一、真の完全犯罪は物語にすらならないというのがわかるかしら。圭一、物語の最低構成要素は？起承転結。正解。特に肝心なのは当たり前だけど、木に当たる部分よ。スタートの木がなかったら、そもそも物語は始まらない。そりゃそうだよ。何も起こらなかったら、何も始まらない。そう。何も起こらないから事件にもならない。探偵も呼ばれないから推理もない。推理がないなら解決もない。つまりこれが究極の完全犯罪。ちょっと待って、もう一度説明してくれるかな。そんな難しい話じゃないわよ。そもそも事件が発覚しなければいいだけの話。そもそも発覚しない事件、つまり例えばよ、誰も立ち入らない深い森の奥でおじいさんが一人暮らしをしているとする。うん。そのおじいさんがある日斧で殺されました。ちなみに犯人は、じゃあおじいさんの息子ね。おじいさんの家に来て一緒にお酒を飲んでいたんだけど、ちょっと喧嘩になって殺してしまった。でも圭一、そこはとてもとても深い森の中の一軒家なの。普段は絶対に誰も訪れない深い山奥の深い深い森の中。さて、
殺した息子は町に帰ってきてこう言うの。おじいさんは元気だったって。それのどこが完全犯罪なの？圭一、この事件はね、おじいさんが殺されているのが見つかって初めて期を迎えるのよ。もしもこの後誰もおじいさんの家を訪れなかったら、永久に期は訪れない。だからつまり物語は始まらない。事件が発覚しないから探偵も呼ばれない。そもそも誰も不審に思わないから謎も起こらない。おじいさんは今日も一人でのんびり森の奥で暮らしているんだろうね。で、お空におじいさんの顔が浮かんで、ジエンドの、こんな感じで。すごいじゃないか。それ、ちゃんとしたトリックだよ。でも、娯楽小説にはならないわね。推理小説は所詮娯楽書。完全犯罪の指南書にはなり得ないんだから。
かしい。あった、北条。間違いない。
穴を掘る。